君たちもな、大学生らしくな。はい。先輩いなくなったら私どうすれば。何をお言いで。庭園とか見に来るからね。部長でしょ、しっかりしなきゃ。お馬さん、アスカ先輩見ませんでした？さあどこだろう。新入生の皆さん、北宇治高校へようこそ。輝かしい皆さんの入学を祝して。あれ、お前ちゃん、こんなとこで何やってんの？先輩こそ何やってんですか？なんか苦手だからさ、こういうの。あ、卒業おめでとうございます。だから苦手だって言ってるでしょ。それよりなんかあったの？アスカ先輩に言っておきたいことがあって。私？私のこと探してたの？はい。なになに、もしかして恋の相談？そうです。マジかよ。私、先輩のこと苦手でした。先輩だし同じパートだから思わないようにしてましたけど、なんか難しい人だなってずっと思ってました。もしかしたら嫌いだったかもしれません。それが言いたかったこと？おかしいですか？そりゃあね、だってそんなこと分かってたし。分かってないです。
だって今は大好きですから。飛鳥先輩、絶対本心見せてくれなくて、いつも上から見下されてるようで、友達のことどうでもいいとか言うし、でも今は寂しいです。先輩が吹く UFO もっと聞いていたいです。私、飛鳥先輩みたいな UFO が吹きたい。それが言いたかったこと？これあげる。これお父さんの。私にはもう必要ないからさ。今度は大前ちゃんが後輩に聞かせてあげてよ、その曲。さよならって言いたくないです。じゃあ言わない。岡崎智也さんですね。あ、はい。俺を知ってるんですか？ええ、存じております。私は岡崎志乃と申します。岡崎？あなたのお父さん、岡崎直行の母です。古川さんという方から連絡をいただきました。ここにいればあなたがいらっしゃるからと。早苗さんですか？大きくなりましたね。お会いしたことあるんですか？あなたが小さい頃にこの場所で、あなたのお母さんの厚子さんが亡くなった後のことです。直行はまだ罪滅ぼしをしているところですか？いえ、もう出所して自宅に戻ってるはずです。大変な思いをしたでしょう。いえ。昔はあんなバカな子ではなかったんです。厚子さんも直行も学生でしたから、周りは結婚に反対したのですけど、直行は高校を中退して二人で狭いアパートに暮らし始めて、でも幸せそうでした。自分だけで愛する人を守って生きていく、それだけであの子は幸せだったんでしょう。やがて厚子さんはお腹にあなたを宿し、ささやかな祝福の中であなたが生まれてきたんです。でもこの幸せは長くは続きませんでした。厚子さんが事故で亡くなって、あの子にとってそれは立ち直れないほど悲しい出来事でした。でもね、まだ絶望するわけにはいかなかったのですよ。智也さん、まだ幼いあなたが残されていたからです。この子だけは自分の手で育て上げるからと。あなたはその日この場所から直行と手をつないで歩いて行ったのですよ。覚えていますか？そこから始まった日々があの子の人生の中で一番頑張った時期でした。何度も何度も仕事をクビになって転々として、それでもあなたを手放さずにいました。なけなしのお金でおもちゃを買い、お菓子を食べさせて、
自分の運や成功する機会も全て犠牲にして、時には厳しかったり乱暴だったりしたかもしれません。でも全てはあなたを無事に育て上げるためだったのですよ。ただ直行にとってそれはとても大変な生活だったようです。仕事の辛さを紛らわすためにお酒に頼るようになり、酔って暴れることもあったと聞きました。それでもあなたと生きることをあの子は選んだのです。そしてあなたが自分で人生を決められる年の頃になった時には、直行は全てを失っていました。仕事も信頼も運も友も何もかも。今のあなたも直行と似た境遇だそうですね。辛いことです。でもだからこそ私はこの話をお聞かせしたかった。直行がどんな父親だったか知ってほしくて。お菓子をよく買ってもらいました。手をつないで散歩に行ってなんで忘れてたんだろう。友也さん、直行はダメな父親だったと思いますか。いいえ、俺の方がよっぽどダメな人間です。俺、あの日の親父と同じ場所に立ってるんです。なのに今の俺は弱くて情けないですあの子もそうなんです。弱くて情けなくて不器用で、それでも子供のあなたにはできる限りのことをしました。私はあの子を誇りに思いたいのです。人間としてはダメなところもあったけれど、父親としては立派だったと。俺もそう思います。ありがとうございますいや、ほっとしました。友也さん、あの子は頑張りすぎました。そろそろ休んでもいい頃でしょう。直行に伝えてください、もう帰ってくるようにと。私はこの土地であの子を待ってますから。資格はねえよ。さっさと入れ、出発するぞ。ジュリア。何が？別に、大人の一人のと。みんなでどこ行ってきたの？いいところよ。江戸だけ知らんち。そのうち話してあげるわよ。ううん、いい、別に。可愛くないわね。
星が落ちたよ、ブル。あれはただの星ではない。戦士の涙だ。戦士って何？この星のどこかで戦い果てた者。グレートスピリットを信じられなかった哀れな魂。これより最終作戦を告げる。総員整列。総員による騎馬突撃を目標獣の巨人に仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に深淵弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を撃ち取る。以上が作戦だ。何？俺だけ立体軌道で獣に接近しろと？獣の周りは更地だぞ。利用できるような木も家もねえ。いいや、ちょうどいい高さの立体物が並んで突っ立ってた。巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。ここに突っ立っていても直に飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かれ。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか？そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか？死んだ仲間もそうなのか？あの兵士たちも無意味だったのか？いや違う！あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ！あの勇敢な使者を、哀れな使者を思うことができるのは聖者である我々だ！我々はここで死に、次の聖者に意味を託す！それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ！兵士を怒れ！兵士を叫べ！兵士を叩け！あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように美しい眺めだった。放課後？悪い、俺今日これからバイト。もうこんな田舎やだよ、こんな人生やだ。来世は東京のイケメン男子にしてください。どこ？そういえばずっと変な夢を見てたような気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだこれ。なあ、これって、なあ、これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の前前前世から僕は君を探し始めた。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐにわかる。言おうと思ったんだ。
お前が世界のどこにいても必ず会いに行くって。あなたは誰？お前は誰だ？君の名は。どころ二つ？ケケ、俺の勝ちだ。悪く思うなよ。おい、リュウク、お前もやらないか？たまには仲間に入れよ。いや、俺はいい。Listen and follow voice of God and abundance you will get. それで私何もしてないのに急に切れてきて。それでそれで？八神君、どうしました？今の文章の和訳をお願いします。神の教えに従うべし。さすれば海の恵みは豊かになり、嵐はやってこないだろう。本日午前11時ごろ、神奈川県横浜市のアパートで30前後とみられる男性が血まみれで死亡しているところが見つかり、神奈川県警は殺人事件と見て捜査。次のお話です。本日正午過ぎ、東京都渋谷区で同居している25歳の女性に暴行を加え殺害したとして、35歳の男、戸藤直樹容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。毎日毎日同じことの繰り返し。まったくくだらねえ。この世は腐ってる。あ、そうだ石田、ちょっとカメラ撮れに行ってくれ。お邪魔します。暗っ。西宮、入るぞ。あったあった、充電はあるか？こっから花火見える。ん？西宮、いるじゃん。西宮？西宮？ちょっと待って、何してんの？西宮？西宮？もう一振り、俺に力をください。もう嫌なことから逃げたりしません。明日からみんなの顔をちゃんと見ます。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からちゃんとするから。ああ、あの時つけた傷、俺ちゃんと謝ったっけ？
ごめん。ごめんな、西宮。まだ怒ってる？あ、しまったな。西宮に、俺のことどう思ってるのか聞いとけばよかった。ちなみに西宮、俺はさ。証人として召喚されたけど、いずれも証拠不十分で不起訴に終わっているわ。でもその教授は面白い仮説を立てた。それによると、あなたは間違いなくプロの殺し屋だったわ。それも超一流の。俺が何人殺したと思う？実は俺も覚えてないんだ。まだガキの頃さ、気がついたら組織の人間になってた。盗み、恐喝、何でもござれだ。しまいには殺し屋になってた。褒美でうまいものが食えたからな。ってことはない。それが仕事だった。あの日も同じさ。いつもの通りだった。昼間のカフェだった。何人目になるか知らない、どこかの誰かさんに俺は照準を合わせたんだ。その誰かさんはコーヒーを頼んでいた。そして砂糖を入れ始めたんだ。1杯2杯3杯4杯、その5杯目の砂糖を入れたところで、俺がいつも飲んでるコーヒーの味が口の中に広がったんだ。誰かさんはそれをうまそうに飲みやがった。それで俺は銃を下ろした。そんなもんだ。そんなもんで俺は人を殺せなくなった。なぜ半年の間俺に殺し方を教えてくれと言い出さなかったんだ？あなたを巻き添えにしてはいけないと思ったから。どうしても行くのか？それじゃあ。ありがとう、ロッソさん。人殺しなんて簡単だ。
当の味を忘れればいい。こっちだ。昨日まで航空祭の手紙の代筆で忙しかったんだろ。今日は休みなのに会うのが俺で悪かった。いえ、ライデンのうちの屋敷には来たことはなかったな。驚かないように言っておくが、少し記憶が曖昧になっている。母だ。あなたは？バイオレットです。母上が会いたいと。ああ、そうだったわ。あの子がここに引き取ってほしいと。やっと来たのね。はい。あら、でももっと小さな女の子だと思っていたのだけれど。あれはいつ？4年前です。ああ、そうね。フォルネムの本宅から連絡が。ギルベルトは一緒ではないの？母上、ギルベルトは一緒です。あの子の瞳と同じ色だわ。少佐の瞳と同じ色です。美しいわね。はい。言葉が分からなかったので言ったことはありませんが、少佐の瞳は出会った時から美しいです。美しいです。それであなたギルベルトとはどういう？少佐は私を拾い育て使ってくださいました。ですが。分かってるわ。インテンスの戦いであの子は。そうです。その話をするために来てもらったのでしょう、母上。そうだったわね。あなたのせいではないわ。あなたが背負わなくていいのよ。リートフリートはね、もうギルベルトのことは諦めろというの。あの子だってできはしないのに。二人はね、子供の頃からそれは仲のいい兄弟だったのよ。あの子は生きてる。心の中で。だから決して忘れない。思い出すたびに辛くてもずっと思って生きていくわ。だって今も愛しているんだもの。バイオレット、あいつの分も
お前は生きろ。生きて、生きて、生きて。そして死ね。これが俺からの最後の命令だ。もう命令はいりません。